はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。私ね、Amazon さんのアカウントを持ってないので、Amazon さんで欲しいなと思うものは、旦那さんに頼むことが多いです。自分にね、必要だなと思うものはね。で、水だったりだとか、お茶だったりとかね、そういうので、2000円から3000円ぐらいのものを買ってもらって、もちろんお金は払います。だけど、それ以上のものを買ってもらうものって、自分がね、言い出してこれが欲しいというので、5000円以上のものはほとんどないっすね。って思ってる。私は言わないだけで、旦那さんが買ったものはありますけどね。もちろんね、Amazon さんとかで見てて、こういうのが欲しいなとはいうようなことをね、旦那さんの前で言ったりとかするけど、それが絶対欲しいかっていうと、絶対欲しいかっていうか、買ってくれとは言ってないんですけど、ね、そしたら旦那さんのせいになっちゃうみたいでね、なんか嫌なんですけど、買ってくれるとは思ってない部分があったりとかするし、ね、そういうので、だからねっていう感じなんですよ。なんていうんだろうね。そういうのがありますよ。買ってないよね。買ったとしても、Amazon さんで花とかね、そういうものを買ってないです。一応はって、Amazon さんはね、そういう花とか扱ってると思うんだけど、私の場合、ヤフーで買っちゃったりとかね、しています。でも、どうなんだろうっていう感じなんだけど。皆さん、どうなんだろうね。Amazon さんに限らず、楽天もそうだけど、どういうものを、高いものは何を買ってんだろうって気になったんですけど。ちょっとね、今日は短いですけど。以上です。それでは皆さん。さよなら。